はい、始まりました元気復帰チャンネルです。そういうわけでですね、ラットブルダウンですね、やりました。デッドリフトの次ですね。はい、というわけで、ラットブルダウンをしながらですね、ちょっと元気復帰をね、違う形でしようかなというふうに思います。はい、というのはですね、まあ、今ビッグ3中心にねやっていってるんですけども、このビッグ3そのものの競技であるパワーリフティングもちょっと大会出ちゃおうかなというふうに思いました。やっぱり去年あのベンチプレス100キロをねなんとか達成したいっていう思いで、そこを目標にね頑張ったんですけど、ここに来てやっぱりなんとなくビッグ3の数値目標を上げて、まあ頑張ってはいるんですけども、やっぱこうね、ここまでに絶対ここまで仕上げるみたいな、ね、そういうのがやっぱベンチプレスチャレンジの時と比べたらちょっと弱いなっていうのがあって、でもあの中途半端な形で現役復帰もしたくないなっていうのもあったので、まああえてビッグ3そのものであるね、パワーリフティングの大会に出たらね、そこを一ついろんな目標ができるんじゃないかなということで、していく方向でね今調べてます。でまあちょうど、ね、調べてる途中なんですけど、ちょうど40歳この1月になりまして、そこからねマスターズ1っていうのをねカテゴリーでね参加できるみたいなんですよね。でまあそこを目指してね、非常に高いモチベーションを目指せばねモチベーション持ってできるんじゃないかなというふうに思いまして、やることにしました。まずはね都道府県の大会からっていうことになるので、まあねどういうふうな目標を持ってやっていくとかね、またまとめてね、ここで発表したいと思います。はい、というわけで、またものすごくやる気が出てきましたんで、一気に体も今年は変えていけるかなと思います。